昔は三重県の真ん中あたりの中世に伝わる雨をもたらす竜の鱗と錫杖湖のお話です。三重県の真ん中あたりの中世と呼ばれる地域では昔から標高700メートルほどの錫杖ヶ岳や周辺から流れ出る川の水やため池などを利用した農業が行われていました。昔々、錫杖ヶ岳のふもとの阿能川の淵に天から落ちてきた子供の竜が住んでいました。竜が天に帰るには偉いお坊さんのもとで一生懸命お勤めをする必要がありました。竜は長く長く長徳寺というお寺の門前の淵に住んでいましたが、ある日大気誘導という偉いお坊さんがお寺に住まわれるようになりました。竜は娘に姿を変えてお坊さんに事情を説明し、100日間毎日お寺に来てはお花を添えたり掃除をし、一生懸命お参りをしました。100日目の夜、急に大きな雲が現れて大粒の雨が降り始めました。その中を大きな大きな竜が天に登っていきました。竜は天に帰るお礼にと竜の鱗と桜の種を置いていきました。それから何年かしてさっぱり雨が降らず、水田はひび割れ、稲が枯れるような渇水が起きました。そこでお坊さんは竜の鱗を持って村人と一緒に錫杖ヶ岳で一生懸命雨乞いをしました。するとどうでしょう、みんなの気持ちが天に届き、大粒の雨が降って渇水から免れることができました。そして現在、錫杖ヶ岳のふもとの阿能川には安定した農業用水を確保するため、農林水産省によって阿能ダムが作られ、地域の水田や畑を潤す現代の竜の鱗の役割を果たしています。また阿能ダムは錫杖湖と呼ばれ、憩いの場として親しまれています。そうそう、竜が鱗とともに残していった桜の種、長徳寺のお堂の前で竜王桜としてきれいな花を咲かせています。